家庭にあるもので包丁の研ぎを良くする切れない包丁が果たして切れるようになるんでしょうか。はい、おはようございます。ムタロウです。以前ね、レバ包丁の研ぎ方ですとか家庭用の包丁の研ぎ方というね動画をお伝えしました。その時にねコメントいただいたんですけども、家に統一がない場合は包丁研ぐ方法ないですかというねご意見いただきましたので、いろいろ調べましたら家庭にあるもので包丁の研ぎを良くするっていうね方法があることを知りましたので、今日はね実験的に100均の包丁3本を使って果たしてその方法で切れるようになるのかっていうのを試してみたいと思います。ぜひね動画の方最後までご覧ください。まずはですね、現在の切れ味を試してみたいと思います。ね、天使を使って紙が切れたら横切れますから、全く切れないですね。うん、3本ともね、ちょっと、ね、使ってる包丁なんで、買い立てではないです。3本目も。ね、全然切れないですよね。はい、この切れない包丁が果たして切れるようになるんでしょうか。どんないい包丁でも切れなくなる日は必ず来るので、定期的に研ぐ方法が必要です。本格的に砥石で研ぐ場合は、以前ね、ご紹介した動画をご覧ください。次にね、ネギでも試し切りしてみたいと思います。どうなんだろう。うん、ちょっとやっぱ抵抗がある音がしますよね。なんでちょっとネギも潰れちゃってるかな。はい、こんな感じでねちょっと抵抗がある音がします。断面はねちょっとやっぱこういう感じでちょっとね乱れちゃってる感じがしますよね。はい、それでは、ね、切るのが難しいと言われているトマトをね切ってみたいと思います。薄く切れますかね。もう切れない。次この包丁、はい、次この包丁、うん、こんな感じでねやっぱね薄く切るのは難しいですよね。それではこのね切りにくい包丁を復活させます。砥石があれば砥石が一番いいんですが、今回はね家庭でもできる簡単な方法を3つで試していきます。はい、それではねまず1つ目はこちらのね陶器を使って研いでいく方法です。まあ、家庭にある茶碗ですとか丼とかね、こういった陶器のものであればできます。実はお茶碗の底縁が人工砥石と磁成分になっています。このお皿の裏側を高台という言い方をするのですが、ここを利用してね研いでいきます。高台に包丁を、まあ、20度ぐらいですかね、まあ、20度ぐらいちょっと立ててゆっくり手前に引く感じで研いでいきます。こういう感じですかね。裏側もこういう感じですかね。注意する点は2つ。とにかく角度をキープする。で、角度がね、こうなったりこうなったりするとうまく研げませんので、同じ角度でこう研いでいく。包丁を動かすのは一方のみです。こっち行ったりこっち行ったりしないで、一方のみでこう、両包丁を研ぐみたいな感じでね。角度だけ気をつけて、このように研いでいきます。はい、通過研いだら、水道で包丁を流しましょう。研磨で刃先には目に見えない粒子が付着しています。ちょっとね溶けてるような感じがしますよね。ちょっと傷がついて。はい、続きましてはアルミホイルを使って研いでみたいと思います。まず適当な長さでアルミホイルをカットします。まあ、20センチぐらいねあれば十分です。次にこのアルミホイルを2つにね折ってください。で、まな板の上にセットします。あとは数回包丁で短く切るだけでどんどん切れ味が増していくということです。僕も初めてやります。実はアルミホイルは融点が低いためちょっとした摩擦でも溶けてしまいます。その特徴を応用し包丁の刃先にアルミホイルの成分をくっつけて切れ味を復活させるということです。はい、それでは3つ目はこちら、大根とクレンザーを使います。で、大根をこの首の部分で十分です。まず大根の断面にクレンザーをかけます。クレンザーをね、クレンザーをかけます。この後包丁を軽く濡らし、まな板の上に平らに置きます。濡らしてまな板の上に平らに置きます。刃に大根を当てくるくると円を焼くようにすります。これを当ててこう、こういう感じですかね。研磨する感じですかね。平らにしないと大根が切れちゃうんで、刃がねまな板にピタッとくっつくようにしてやるのがポイントですね。
裏側も。クレンザーの粒子と大根の水分が混ざり合うと、砥石で研ぐ時のようなちょうど良い、ね、研ぎ汁を作ってくれるんです。また大根の中にある繊維が研ぎ汁を逃がさず最後まで均等に磨き上げることができます。はい、ということでね、3分ぐらいちょっとね研磨してみました。水で洗い流してきれいに拭きます。それではね、早速試し切りしていきましょう。まずはネギを切ってみたいと思います。まずはこれ茶碗です。あ、でも切れるようになった感じするな。さっきよりはちょっと若干切れるようになった感じがします。はい、続きましてアルミ。同じく、なんかちょっとほら断面綺麗ですよね。なんか切れるようになった感じがしますね。はい、次研ぎ汁。お、切れる。音が違う。さっきと音が違います。若干切れるようになったかな。はい、じゃあ続きましてトマトをね切ってみたいと思います。まずは茶碗です。切れるのかな。さっきよりは切れるな。次アルミ。あんま切れない。茶碗と比べたらちょっと切りにくかったですね。で最後に大根。これも切れない。切れない、ほら。やべえ、茶碗が一番切れた。明らかにこの2個よりもこれの方が切れました。ほら、入っていき方違うもん。切れる、これ。ちょっと僕もね、初めてやりましたけど、全然これは切れました。はい、ということでね、最後これが一番難しいと思いますよ。これ切れたらね、本物じゃないですか。紙がね、切れるかどうか。まずはちょっと切れ味悪かったこの大根のやつからやってみようと思います。多分切れないと思いますよ。やっぱ難しいですよね。つぶつぶ。ダメだな。はい、それでは2個目ね、これアルミホイルでやったやつです。これもね、ネギは切れるようになりましたけど、トマトはちょっと切れてた無理ですね。最後、茶碗の底で。砥石で研いだのと非常に似てると思います。いやー、厳しいな。やっぱ入っていかないとね。若干。お、入った。ちょっと、厳しいですよね。でも他の2つよりは、歯が絡むというか、ちょっとね、切れる感じがつきました。ということで、今日はですね、家計にあるもので包丁を研ぐっていうね、裏技のちょっとご紹介だったんですけど、やっぱ一番は、茶碗のね、裏側で角度やって壊してね。要は、砥石で研ぐのと一緒ですよね、やってることは。これが一番効果がありました。ただね、やっぱね、一時的なものだと思います。なのでね、髪を切るほどまでよくはならなかったですけど、応急処置的に包丁を切れるようにしたいなっていう時には、こういうのを使ってもね、切れるようになりましたから、いいんじゃないでしょうか。ということでね、砥石がない時には、こういう方法もあるということのご紹介でした。最後まで動画ありがとうございました。むちゃくでした。ナイス。